こんにちは、スプリングです。私は今福島県猪苗代町、ここは磐越西線の猪苗代駅になります。いやー、以前からねこの福島県内で撮影をしたりしてるんですけども、こちら側には磐梯山が見えております。いや、非常に美しいですね。まあ、天気としてはね、まああんまり良くはなかったんですけども、まあ、この最終日に関しては磐梯山が綺麗に見えておりましたね。まあ、ですので、ちょっとこの磐梯山と一緒にちょっと撮影をしてみたいなと思って撮影に参りました。まあ、福島シリーズの最終編ということです。ちょっと最後の投稿からかなり時間は空いてしまいましたけども、赤べこくんがいましたね。そしてこちら表示を見ると、快速会津若松行きというのがあります。そうですね、昔からこの磐梯山では485系などを使用しました。快速会津とか、会津ライナーというのが運行されておりました。私もね、これを狙って何度か撮影に来たことがあったんですけども、まあ、485系がね、使われる前は583系などが使われて運転をされておりました。ちょっと会津ライナーで使っていた583系撮影することができませんでしたのでね、同じ車両ちょっと投稿しておこうかなと思いますが、いやいや、でもね、こういう感じで、もう無料で快速、特急型のね、快速に乗れる、非常に乗り得な列車が走ってたんですけども、それが今どうなったのかなっていうのをちょっとね、見ていきたいなと思います。ちなみにこの猪苗代は、千円札野口英世さんのね、出身地というふうになっております。まあ、ちょっと撮影に行く前なんですけどね、ちょっとお腹すぎましたのでね、さっき昼食を食べていきたいなと思います。福島といえばやっぱりこのソースカツ丼ですよね。まあ実はこれの前日にもソースカツ丼食ってたんですけどね。いやー、というわけで早速注文しました。この丼からはみ出るサイズのこのカツ、いやーすごいですよね。いやー、とんかつって結構お店で食べると高いと思うんですけども、丼に乗るとね非常にリーズナブルなんですよね。1000円ぐらいで食えてしまいます。いやー、めちゃくちゃ美味しそう。もうなんか食べたの1ヶ月以上前なんですけど、なんか食べてる自分が羨ましく感じますよね。いやいや、もうちょっと本当に食いしん坊でデブまっしぐらでございます。いやー、美味しそうだ。というわけでね、綺麗に完食をしておきました。ごちそうさまでございました。というわけで撮影に向かいましょう。さあ、というわけで先ほどの猪苗代駅から少しだけ郡山方面に戻りまして、ここは川桁駅と 関戸駅かの間になります。いや、このようにね磐梯山がめちゃくちゃ綺麗に見えてますよ。いや、ちょっとね、先ほど出ておりました快速会津とそこの磐梯山をね一緒に撮ってみようかなと思います。いや、こちらにも磐梯山を模したような大きな雪壁がありますが、まあ除雪の後ですけどね。いや、ミニ磐梯山ですよ。いや、磐梯山っていうのはね、やっぱこの会津地域ではもう宝ですよね。まあ成層火山ですが、高さは1816メートルあるようです。立派ですね。いや、その手前をこういうね磐越西線が走っておりますから、いや、もうこれは列車と山を取ってくれと言わんばかりにね、構図がもうすでに出来上がっております。いや、あと10分ほどで列車が来るかなと思うんですが、ちょっと楽しみですね。天気も午前中は曇りだったんですけど、ちょっと薄晴れという感じでいい感じになってますよ。いや、私この先ずっと向こう会津若松、それよりさらに向こうね只見線の方から今日来たわけですが、その時ね磐梯山雲かかってて見えなかったんですよね。いや、しかし先ほどのソースカツ丼を食ってると、まあこんな感じでね綺麗に見えております。いや、カツ丼パワーですね。磐梯山結構ねこういうような感じでスキー場があるんですね。まあ見るだけでも右手から1、2、そしてちっちゃいの合わせたら、まあ、5、6個あるんじゃないですか、コースが。いや、いいですね。こんな磐梯山の滑走をすると。いやー、やってみたいな。といってもね、長いことスキーしてないから、多分もうできないでしょうね。転げ落ちて雪だるまになってるでしょ。いやー、でもいい雰囲気だよ。4%5 とかね、5%3 で撮りたかったなと思うんですが。まあちょっと列車来るまでの暇つぶしですけど、三脚ね立ててますが、こういう感じで雪の中に突き刺しております。いや、三脚をね雪の中に立てるときはちょっと要注意ですよ。意外とね雪の力で引っ張られて下手したら三脚割れますからね。まあこの三脚に関しては金属製なので、まあ割れるってことはないと思うんですが、いた
まあ例えばカーボンとかでできたような三脚だったらちょっと注意が必要かもしれません。さあ快速合図やってまいりましたよ。というわけで、かつては485系や583系で運転されていた快速合図はこのような姿になってしまいました。まあこれが悪いとは言わないんですけどね。いやーなんかちょっと寂しいな。今ね、これなんか指定席がついてるようなんですが、まあ昔の485系とか自由席でしたからね。いやーちょっとなんか寂しい感じがいたします。まあしかしながら写真はこんな感じになりましたよ。バンダイさんを大きく揺れて、そのふもとを走るこの快速列車を撮影することができました。これはこれで綺麗ですよね。いやいや、せっかくだからバンダイさんだけでもちょっと撮っておきましょう。いやーいいっすね。本当に。こういうとこもね、巡行になるんですよね。いや、そんなことはいいんですよ。いやー素晴らしい。この目の前に広がる何もない雪原。その向こうに鎮座をするこのバンダイさん。いやーもうこれぞ会津っていう風景ですよ。いや私も初めてこの福島県に来た時はこの磐越西線で 4-5 を取ろうとした時でしたからね。いやその時にね実は磐梯山は全く見えなかったんですが、いやーこれが見たかったなーと思って帰ったのを思い出します。何年前だろう。もう 7-8 年前ですかね。いや懐かしい。その頃はまだね 4-5 が会津ライナーとして走ってましたからね。いや最後にいいのが撮れました。というわけで今から空港に戻って帰路に着こうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。いやいつもね喋っておきながらなんか忘れるんですよね。バンダイさんだけ撮っておきましょうとか言いながらこのなんか掲載する余地を与えないような喋り方をしてしまいます。いやしかしながらこのバンダイさんかっこいいですよね。私結構ね、まあ、鉄道も好きなんですけど山も好きなんですよね。まあ、登るのは嫌いなんですけどもしんどいですからね。というわけでね、本日この、磐越西線で、まあ、快速列車会津の撮影をしてまいりました。いやかつてはねこのように485系や513系が走っておりましたので、それからすると少しね寂しい感じにはなってしまいましたけども、まあこの風景はね全く変わらず、過去のままという風になっております。いやしかしながらねこのくっきりとした磐梯さんが、撮影することができてよかったんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。